本日は中華そば奏に行ってまいりました。豚骨王国である博多で極上の醤油ラーメンを求めて多くのお客さんが来店する人気店です。東駅から徒歩5分ほどですが、博多駅からも徒歩10分程度です。通り沿いには中華そばという看板が目立ちます。福岡でラーメンというと豚骨を想像する人がほとんどなので、ラーメンという表記にはしなかったのかもしれません。こちらのお店は期間限定の商品が一味違うということで、ファンの間ではとても人気があるみたいです。その時その時の期間限定品を求めて皆さんやってくるみたいですよ。化学調味料を使わないラーメンということで、どんなものなのか楽しみになりますね。アレルギーの表記やお子様への配慮など、こういった手の行き届くお店は大抵おいしいのがセオリーですね。これはお腹が空いてきますね。どんなチャーシューが出てくるんでしょうか。すごい量のチャーシューですね。これはチャーシューというよりレアステーキのようです。全部の背には夢がありますね。それではこの黄金のスープをいただきたいと思います。出汁が出てて美味しいですね。この中華麺とスープの絡み分かりますか。もちもち食感とあっさりスープのコラボレーションが最高です。つい勢いで大盛りにしてしまったんですが、麺が多い割にあまり伸びていません。コシもしっかり残っています。ラーメン店が多い印象の福岡県ですが、実際どれくらい多いのでしょうか。タウンページの掲載情報に基づく数字ではありますが、2020年3月、全国のラーメン店は約2万6500軒で、店舗数はこのようになっています。人口1万人あたりに換算すると、なんと山形県が1位になるそうです。福岡は28位と意外に少ないんですね。肉の旨味がじゅわっと広がります。時間が経つとチャーシューが煮えて固くなると書かれていましたが、全然そんなことはなく、いつまでも柔らかくジューシーにいただけます。ネギと絡めるとこれがまた風味が増すんですよね。
硬くなるどころか徐々にうまみが増してきて、ウェルダンのステーキといった感じになってきます。ネギチャーシューにして食べてみたいと思います。これはまたいけますね。スープを吸った海苔も最高なんですよね。今にも溶けそうなこちらの卵もいただきたいと思います。かなりボリュームのあるラーメンだったんですが、あっさりして奥深い味なので、最後まで美味しくいただくことができました。ちなみに塩ラーメンもそうでした。ご視聴いただきありがとうございます。おもてなし福岡では1000回行っても飽きない福岡を目指し、さまざまな飲食店や観光スポットをご紹介しています。全国の方々に知ってほしいといった地元の隠れた名店や名所も募集中ですので、ぜひコメント欄にお寄せください。今回お伺いした中華そばかなでさんは、春日の方にあるかなで食堂という豚骨ラーメンのお店の系列店だそうです。そちらのお店も無添加の豚骨ラーメンを作っているということで、ぜひ行ってみたいなと思っています。ちなみに化学調味料に対して何か嫌なイメージをお持ちなわけではなく、あくまでも料理人としての一つのこだわりだそうです。こちらのオーナーさんもご本人は普段から化学調味料を使った食べ物も好きで普通に食べていらっしゃるそうですよ。